皆さんこんにちは、尺八演奏家の田辺しおりです。 YouTube ご覧いただきましてありがとうございます。はい、今日は初めての尺八第5弾ということで仮音をやっていきたいと思います。第4弾のメリ音に続いて仮音ということで、これはねセットで見ていただくといいかなと思うので、メリ音をまだ見てない方がいらっしゃったらそちらも参考にしていただきつつ今回の動画、ご覧いただければなと思います。はい、では仮音とは何なのかっていうのと、仮音を使った指使いとかあとは吹き方とかねポイントなんかもご紹介できたらなと思っております。にゃーって泣いてるよ。はい、はい、我が家のアイドルあーちゃんです。みんな動画見てね。じゃあ早速参りましょう。動画スタートあーちゃんごめんね。はい、それでは早速やっていきましょう。まずは仮とは何なのかというところですけれども、仮とはですね、唇を楽器から遠ざけて音程を上げるこの技法のことを仮音と言います。これを仮と言います。初めての尺八第4弾でメリ音というのをやったんですけれども、それは唇を楽器に近づけて音程を下げる動作のことだったので、これがメリ。今回はその逆で遠ざけることによって音程を上げる、これをやっていきたいと思います。はい、で、まあじゃあどうやってやってるかというところなんですけれども、まあメリ音とほとんど同じというか反対で考えていただければいいかなと思います。なのでメリ音と同様にまずねこう動かす、まあ、ここの距離感で音って変わってくるんですけど、動かさなければいけないので、視点を先に決めたいと思います。メリ音同様右か左か片方をこう決めてそちらを視点にしてください。まず視点を決めます。視点が決まったら、仮は楽器から遠ざけるのでこのように斜め、私の場合は斜め上に顔を上げます。こんな感じ。動作としては簡単というか単純ですよね。なんですがこれは結構音程が上がりにくかったりこう動かしている途中で音が切れてしまったりっていうコツをつかむまでにはちょっと難しいかなと思うかなと思うんですけれども、まあ簡単にちょっと私なりにポイントをまとめてみたのでこちらどうぞ。はい、まずねこの一つ目のポイント視点を動かさないっていうことですけれども、あっちこっちこう視点が動いちゃうと不安定になるので必ずもうここはキープ、ね、で私の場合はメリと仮同じ場所です。視点同じ場所で見るときは近づけて狩るときは遠ざける。はい、で続いてポイント2ですけども、ポイント2は大胆に開けるっていう、どういうことかと言いますと、まあ、ここ私は左側を視点にしてますがここから狩る時に結構開けてます。横で見たらわかるかな、こんな感じ。ちょっとね不安になるぐらいここが開くんですけど結構開けちゃって大丈夫です。はい、そしてポイント3つ目は、視線はキープっていうことです。どういうことかと言います と、多くの方がねこう斜め上に首を上げるっていうこれをすると視線まで一緒に横に向いたり
まあ、斜め上だったりとかこう視線までこう動いちゃうんですね。そうするとやっぱり息は必ずここめがけないとならないので、視線まで行っちゃうとね、口元自体もこう顔自体全体が動いてしまうので難しい。なので視線はまっすぐ、はい、これをちょっと気にしてやってみてください。結構あのね、息をこっちに持ってくるのが難しいかもしれないんですが、全然ならないとかね、最初はならないもんなんで、すぐに諦めないで、辛抱強くね、まあ、手をここに当ててみてもいいですし、息ちゃんと届いてるかなって、で鏡見ながらやるととてもいいと思います。自分の視線が外れてると自分映んなくなりますからね。ちゃんと見ながらこう、あ、ここ私はこんななってるわなんて、まあ動画撮りながらやってもいいかもしれないけど、なのでそうやってちょっと客観的に確認しながら、練習してみてください。はい、ということで、じゃあ、まあ、これを踏まえた上で、メリオンを使った指使いをいくつかご紹介したいなと思います。はい、これらはすべてカリオンの指使いです。左からチのカリ、イ、ロのカリ、タと呼びます。一番下の段に同じ音程とありますけれども、これらは異なる指使いで同じ音程を出せる指使いです。尺八の場合、異なる指使いで同じ音程を作れます。それらはですね、音色が少しずつ違うので、曲調だったりその時々の表現したい音に合う指使いを選択しております。ではですね、実際に音を出してみましょう。チのカリ、こんな感じで練習してみてください。このね、カリ音っていうのは非常に音程が上がりにくい音なので、私自身もねちょっとフラット気味になりがちなんですが、正しい音程を、まあ、チューナーだったりピアノとかね、なんかこう他の音で確認できるもので、確認しながら、練習していかれるといいかなと思います。だんだんね、低い音ばっかりを聞き慣れてしまうと、それで合ってるのかなって思っちゃうんですよね、なぜか脳が勝手に。なのでそこはちょっと注意しながら、あんまりこう不安定じゃない楽器でとか携帯とかでもこう多分音を鳴らすアプリがあると思うので、まあ、そういうのとかも活用しながら、正しい音程で、身につけていかれるといいかなと思います。私も注意してます、未だに。はい、ということで、カリオンはこの辺りでいいかな。はい、この後のおまけ動画はカリオンもたくさん使いたいなと思ってますので、その辺りも注目してください。それでは今日もご視聴ありがとうございました。次回はユリをやろうかなと思ってます。それではまたお会いしましょう。またねー。